まあ大体あんな感じのを使ってます。花火ありがとう、星もありがとう、メイク素晴らしかった、ありがとう、星ありがとう、ありがとう、金魚たくさんありがとう、玉屋ありがとう、星ありがとう。そう、技術の大村なんでね、はい。9月7日にアンズトークできる魔法のチケットが届きました。嬉しい、やったね、嬉しいね、楽しみにしてます。星ありがとう、金魚ありがとう、思いたいこの映画ありがとう、ハートありがとう。夜寝れてる、寝てはいるけどめっちゃちょっとだけど、なんと明日は寝れます。明日というか今日は寝れるんです、私は。いなので寝ます、ありがとう、ハート。フルフル 100% の時はあれ全部、うん全部、でもちょっと省略してるところはある、収まりきらないからね。でもあのなんかあげたら結構アイシャドウ何使ってるんですかって聞かれたんですよ。確かにアイシャドウ乗せてないのね、ワンズ今日あげたやつに、うん、アイシャドウ使ってなくて全然、チークをシャドウとして使ってるみたいな感じで、アイシャドウ自体はもうあんまり使ってないです、だから乗せなかった。そう、意外とねやってないです、アイシャドウ。なんかあんまり似合う顔じゃなかった、もし自分に合うやつがゲット巡り合えたら、ゲットできたら使おうかなと思っています。ありがとう、金魚、星ありがとう。今日ぐったり疲れたので安全の声を聞きながらおやすみなさいします。お疲れ様、えらい、金魚ありがとう。フル装備も軽装備も大好きです。今日はめっちゃ軽めの感じですね。アイプリのリップ可愛いでしょ、あれめっちゃいいよ普通リップとしてもめっちゃいい、薄付きでね、はい好きですよ。ありがとう、タコ、花火も金魚もありがとう。今日も忙しかったね。そうね、そうっすね、今日も楽しかったっすね。ありがとう、金魚、星もありがとうね。どちゃんに焼肉おごられたい人生でした。え、もう全然いいよ。いやでもめっちゃ食べるね、もう全然、うん、ずっと言ってくれるなら一回だけね、今回だけね。メイクレシピ天才でした、ありがとう、見てくれて、金魚ありがとう、ハートありがとう、星ありがとう。アンドちゃんのアイメイク好きすぎるからメイクレシピ嬉しい。よかった、よかった、あげてめっちゃ迷ってたけど、せっかく作ったしと思って嬉しい、ハートありがとう。今日美術か、本当ありがとう。生誕グッズ明日届きました、楽しみ楽しみ。ちょっとまだね、アンズは着ないとこうかなと思ってるんですよ。星ありがとう。寝るのが特別みたいな、そうそう寝れるんです今日はちゃんとね。ありがとう、花火、ハートありがとう。寝るんですけど、あの全然あれです、思ったよりデコデポコス少なくてびっくり。そうでしょ、そうなんですよ、なんかいろいろ使ってみて結局良かったものを厳選して選ばせていただきました。自分に合う合わないとかがやっぱあるからね。ありがとう、ハート、花火ありがとう。だから満しやすいのではって感じですね。毎日 7.5 時間寝て申し訳ない気持ち、それはさ多分時間の使い方がうまいんだよきっと。いや尊敬する、ありがとう、金魚、ハートありがとう。多分無駄な時間を過ごしてるなと思わんず、アンドちゃんってすごい、女の子ってすごい、いやーいやいやいや、それぞれの大変さがありますからね。ありがとう、ハート。チークにそんな使い方もあるね、すごい。そう、なんかあんまりアイシャドウ、なんかアイシャドウっていうかアンズはその乗せてたやつ、あのしか言ってない、クリーミーダッチライナーをこの三角ゾーンとダブルラインに引いてるから本当にアイシャドウ使わないの。だから涙袋のピンクはもうチークと同じ色にしたくて、だから涙袋は
チークで描いてます。チークで描いてる、チークを塗ってます。ありがとう花火、あとありがとう。結局それが一番良かったかなって思って、今でもそれにしてます。お、16周年のグッズ、あんただけ買いました。え、嬉しい、あんただけ、すごっ、嬉しいね、ありがとう。ハート、結婚してしようね、ありがとう。ペンシル系めっちゃ多すぎて全然、めっちゃもっと細かくブラシとか、あのなんだ、ブラシとかビューラーとかピンセットとか入れたらめっちゃ細かくなるけど、大体はあんな感じで。今日1時過ぎてから起きて勉強してたら朝早くにアントンバブル来て得した気分だった。嬉しい。なんかね、今日めっちゃ早く起きたからさ、みんな起きてるんかなと思ったら結構みんなさ活動してて、あの時間から、いやーすごいことですわなと思って。いや、アンザだってさ今日限りというか、もう珍しいんだけど、あの時間に起きたの。だけど結構みんな日常的なあの時間に起きてるわけじゃん。すごいよね、大人ってすごいって思った。ありがとうハート、だからいつも頑張らないとと思いながら今日は頑張りました。星ありがとう、ハートありがとう、だるまありがとう、ありがとう。アイペンのペンライトあったら振るのに、え、確かにね。ハートありがとう、星ありがとう、ご視聴してくれて、発言かっこよすぎる。姉さんだからねやっぱね、あんずね。ありがとうだるま、エスカワイイの大人のアザードも美しくて素敵、ありがとう。なんかすごいね、好評でびっくりです。私は結構ね、なんだろう、やっぱ自分って何が似合うんだろうって思った。なんか結構みんなさ、いいねって言ってくれたから嬉しかったです、ありがとう。個人的には全然落ち着かなかった、自分じゃなさすぎて。そう、ありがとう誰も、美術強すぎだわ、嬉しい。牛タン食べた私への新バブル嬉しい、いいの牛タン、うん、いいな。いやでもほんとお腹空きすぎて、ほんとに何でも食べれる状態だった。でも結局食べずに夜ご飯まで、あの時間が過ぎてた、気づいたら。ありがとうだるま、何回でも行こうね。そうだ、ありがとう星、エスカワのアザーズに惚れました。嬉しいんだけど、ありがとうねだるま、ありがとう。金魚ありがとう、アンズのメイクレシピで、でもアンズになれるか、なれるよきっとなれる、ありがとう金魚。メイクレシピ見ながら寝る、1週間をメイクレシピで寝ればいいよ、寝れる自信ある、すごい嬉しいこと言ってくれる。確定ゾチャンチャンスの湘南アンズさん、楽しみ、ありがとう。よくわかんない日本語なのに使ってくれてありがとう。ユニコーン乗ってるクマちゃんありがとう、自分はカツカレーをおごってあげて、え、カツカレーいいね、食べたくなってきたけど、もうお腹いっぱい食べたから今日はね。星ありがとう、好きありがとう、ハートありがとう、花火ありがとう、明日もメイクレシピでアンズになろうと思ってる、いいね、見せてね完成形、ありがとう花火。アンジャの髪の毛の姫カットっぽい、これね嬉しい、可愛い、あんまり出さないけどこうやって下ろしてる時は出してんだよね。じゃあ出しとく、ありがとう金魚。アンズ選抜、そう、ほんとそう、選ばれし者たち、選ばれなかった者たくさんここにあるけど、でもどれも全部良くて、ちょっとメイクポーチがパンパンになるから厳選してるけど、本当は全部使いたい、本当はね。組み合わせ無限大、本当そうだと思う。星ありがとう、ハートありがとう。確かに私も時間の使い方下手っぴすぎて、睡眠時間少なめ、わかる、アンズもそうだよ。いやでもアンズ以上に時間の使い方下手な人見たことない、本当にね、あんたね、あかんですわ。だけどちゃんとなんか何早くしようと思ってやってるんだけど、アンズの中では早い、だから多分もうこれ以上のものが出せないからもうしょうがない、諦めです。
でもまあ今日は寝れるから、いい、ありがとうハート、ありがとうハート。フデートのグループで一番最強のビジュアルです。やばい、それはやばい。ありがとう、みんな褒めてくれて嬉しいよ本当に。なんじゃ見てたら落ち着いた、おかえり。目がチャームポイントだってことを理解してるってことです。いやいやいや、わかんない、自分のチャームポイント なんだろうね、わかんないですわわかんない。ハートありがとう、星ありがとう。大好きなあのちゃんのメイクの秘密を少しでも知られて興味深かった、ありがとう。だから今度は何をどこにやってるかとかね、もうやりたいですね。ありがとう金魚。ちなみにメイクにかかる時間、全然30分でもできるけど、公演の時とかライブの時やって1時間20分半まではいかない、1時間半まではいかなきゃ、1時間20分はいります。私はもうめっちゃ慎重にやる、公演の時とライブの時はね。お仕事行く時もそう、時間がある限りでもこうレッスンとか行く日とかにちょっとメイクするってなったら30分もないぐらいでできちゃうけど。ありがとう花火、金魚ありがとう、ハートありがとう。まあ1時間でやろうと思えば全然まあできるかな。だからそれも遅いんよ、本当だったらね、まあ40分とかできる人もいるかもしれないけど、めっちゃ時間かかっちゃうから何にでも。そうやね、大事マジで顔は顔はね、ちゃんと決めておかないと自信持てないから、自信持ってステージに立つためにはまず自信を持たないといけないから、少しでも少しでも可愛く入れるように。メイクレシピを参考にオームランズに俺はなる見せてね、なったら。ハートありがとう、ラブレターありがとう、星ありがとう、ハートありがとう。でもそのメイク濃いわけではないんだけど、めっちゃ時間をかけちゃうっていうのが私です。今日だけだよね、早く起きてるんだから。そういうこと、すごい、それはありがとう。ハート毎朝5時から活動してみます、本当にすごいよ、大尊敬スペシャル。早起き負けて悔しかった、今日はちょっと早すぎたよね、なんか寝れもしなかった、あんまちゃんとなんか起きちゃって、でもみんなに構ってもらおうと思ってありがとうハート。あと十分頑張ってますよ、優しい、ありがとう。ハートありがとう、結婚してしようね、星ありがとう、金魚ありがとう、ありがとう星、ハートありがとう。あのちゃんが珍しくヒョウ柄で湧いた、そうヒョウ柄来ました、そうなのよ、あず姉さんメガネみたい、結婚して少年、プロのメイクさんにお任せして技術を盗むっていうのが一番いいけどね。そうなんですけど、あずって本当にメイクしていただくと、私のなんだろう、ちょっとまだなんて言うんだろう正直自分のことは自分が一番よく分かってると思ってるから、私は自メイクが一番なんだろう、安心できる。そう、まだメイクしてもらって綺麗になれるっていう顔立ちをしていないので。そうなんですよ、星ありがとう、ハートありがとう。だから例えば撮影の時とか、それこそエスカワの時とかも、そう対応できる顔になりたいとか言っても無理なんだけどね。ありがとうハート備わってるものがね違うから、みんなと。金魚ありがとう、新しい美女の写真も可愛くて惚れ直しちゃった、ありがとう。サイリウムありがとう、ありがとうハート。エスカは楽しみにしててください、
ありがとう花火、ハートありがとう。お姫様だったね。アンズアイコン社名を変えようかと思ったくらい。ええー、ね、ほんと、ぜひアンズにしてくださいアンズにしてくれてたら嬉しい。なんか乾燥してるんだよね唇が。なんで今日も可愛すぎです、ありがとうね。最近なんかめっちゃ乾燥しちゃう唇。ありがとうハート、花火ありがとう、玉やサイリウムありがとう。いや本当にメイクポーチ本当でかいよ、コインのサイズに本当だよなっちゃう。どんな衣装も似合う涙の湘南めっちゃ可愛いです、ありがとうございます、本当に嬉しいです。だるまありがとう、ありがとうね。仕事でいろいろ勉強しなきゃで時間がない、そうだよね、わかる。あと3つありがとう、だるまありがとう。あずもね相当ポーチでかい方だと思うんだけど本当に入らなくなっちゃう時が来るのよ。あれ入ってたのにってどんどん詰め込んじゃうから、ありがとうハートミツ。最近会えてない、え、それな、会おうね本当に、ありがとう。あんずゆっくり寝て、忙しいから体調心配、大丈夫、このようにすごく元気です。はい、今日絶対に配信もしたかったし、あのメイクレシピも載せたかったしっていうので目標があったからね、はい、達成できて今嬉しい、ありがとうハート。アンズ自体がチャーミングなのでチャーミングポイントは存在ですありがとう、よかった、それはそれは。手がちゃん嘘、特徴あるかな。ハートありがとう。いや名古屋の台風どうなるの本当に、ありがとう。金魚あとありがとう、かわいいもありがとう、今日もかわいい。あんず口ずさみ続けて嬉しいこと、時間かけてメイクしてる、尊敬する、いやありがとうね、ハートありがとう。結婚してしようね、ハートありがとう。かんない、なんか、ね、気づいたらなって。サイリウムありがとう、今日の髪型モデルさんみたいに、モデルさんみたい、嘘本当恥ずかしい、ありがとう。関西弁出てる、嘘マジ、花火ありがとう。それくらいメイクにこだわってるから YouTube できそうだね、できそうだけどなんかみんなにちょっと惹かれそう、大丈夫大丈夫だよね。ありがとう金魚、偏差値振り切れる、すごい、そんなことある、嬉しいね、ありがとうハート。そう丁寧丁寧にやってます。メイクレシピ見たかったから嬉しい、コスデコのパウダー気になってからアザーズ買いしますアザーズ買い、すごい、そんなものが存在するんだ、嬉しい、聞いたことあるような言葉だ。でもコスデコのアンズ今リニューアル前の使ってて、でもきっとリニューアルした後のやつの方がいいのかもしれない。ありがとうハート、星ありがとう。30分くらいでできるナチュラルメイク、え、これは今日は30分です、今日のメイクは30分。ありがとう金魚、ハートありがとう、サイリウムありがとう、星ありがとう、音符もたくさんありがとうございます。プロのメイクさんは使う道具も違った、いやそんなこともなかったの、結構あの、あ持ってる持ってるみたいな感じのものがたくさんあって、やっぱ使い方がね違うのかなって。ありがとうサイリウム、音符もありがとう。アイドルみたいにプロのメイクヘアセット受けてみたい、やってみてほしい、絶対可愛いよ。メガネってプリパラで聞いてるの、そういた、アイプリにもいる星ありがとう。ほら宇宙一可愛いんだから自信持ってください、優しい、ありがとう本当に。メイクへのアミさんもメイクへのこだわり強いから、アンズコンビでメイクの話したらすごそう、確かにしたことないな、楽しそう、初見です、あら気持ちわかる、ヘアセットも美容師さんよりも自分のが納得、そうなんだよね、そのそういうことはあったりはする。アンズも似合う、ありがとう
結構さあの時の、あバラありがとう、星ハートもありがとう。面食いの俺が断定するけど、あざあざ見ちゃう、見とれるレベル、え嬉しい本当にめちゃくちゃ嬉しいです、ありがとう。ジキで一番メイクポーチ大きいのあんずちゃん、あんずとゆうねが同じの使ってるからあんずとゆうねかな、強化も大きい、うん、あんずとゆうねは一緒なのよ。だからでもあんず多分、だってあんずたまにそのメイクポーチプラスまだちっちゃいポーチ持ってたりするから絶対あんずが一番多いと思います本当に多い、なんでだろうね、星ありがとう。なんか全部持っておきたい、普通にメイク使うとかじゃなくて好きだから持っときたいみたいなありがとうサイリウム。飲みたい、この笑顔ありがとう。金魚結婚してありがとう、ハントもありがとう。気まぐれ猫使ってます、サイリウムありがとう。なんかカラコン言うの初めてすぎてちょっとね恥ずかしかった、なんか勝手に恥ずかしかった。ハートありがとう。ね、あんずにしてくれてるよね、結構みんな嬉しい。もっと気まぐれ猫っていうのがありました、そう、もっと気まぐれ猫も気になってる。あんずメイクさんキャンメイク持ってた、うん、あったと思う。私もいつかはメイク30分、いつもはメイク30分だけど公演とあんずに会える日1時間以上かけてる。えー嬉しいね、そうなの、あら念入りにね準備してくれてんだ、一緒だね。あんずとアミヤキ亭で全メニュー制覇しようね、しようね、楽しそうだよね、楽しかったですよ実際にね。ぜひ皆さんもみんなね、あの私たちは15人いたけど15人もいけないよね、なかなかね。メイクさんにやってもらったけど自分じゃないみたいだった、そうだよね、みんなありがとう、めちゃくちゃ褒めてくれて、なんだか照れますね、ありがとうございます。だるまありがとう。確かに今日かメイクポーチめっちゃ綺麗に整頓してある。なんずというねは放り込むタイプですありがとうだるま。そう、そういうとこで A 型出してくるからな、今日かアンズというね大型だからありがとうだるま、ハートもありがとう。同期にメイク動画してって言われる、めっちゃ言われる、言われるもんです、ありがとうだるま。本当は可愛いって、入るルーム間違えましたって、本当は可愛いと思ってるけどしたいいや本当にね、なっちゃうんよね、そういう風に全然違う顔になっちゃうんだよねありがとうだるま、ありがとうございます。たくさんありがとうだるま、すごいいっぱいありがとうね。つかにゃんずでアンビアキテ制覇しに行きます、すごいよそれ、結構人数いると思うけど、どうアンビアキテ本店の近くに住んでます。え、そうなの、じゃあいつでも行けるじゃん。ありがとうだるま、たくさんありがとう。そきょうちゃん A 型だよ、ハートありがとう。アンズとユネは結構ねポンポン入れて、あんまり整理整頓しないからポーチの中。ありがとうだるま、メイクポーチ雑に入れすぎて急いでメイクしたい時にすぐ取り出せないの困る、わかる、本当にいつもねあーってなるんだけど、まあ、自分のせいですよね、過去の自分のせいなんですよね、そこは悪かった感じ。そう、もうめちゃくちゃきっちりはしてない。ありがとう花火。大型の人間特徴大雑把、そう大雑把かもね。あ一緒。ありがとう金魚。ありがとうね花火。バラもありがとう。
7日幕張5部行くからたくさんトークしようね。嬉しい、たくさんお話ししましょう。探してメイクドすぐに見つからないと困らない。うん、慣れた慣れちゃった。ありがとうハト。大型の乙女座というと会社で笑われます。なんで可愛いからってこと？なんかあれだね、可愛いからいいよ。ありがとうだるま、あとありがとう、ありがとうだるまも、ありがとうございました。ありがとう、あとありがとう。くら寿司100皿からの網焼き手前メニューね、なんかいっぱい食べてるよねいっぱい食べてるよねって思う。ありがとう花火、ありがとうだるま。お部屋の整頓できる？はい、カバンの整頓も結構してるんだけど、メイクポーチは無理です。ありがとうハート。ありがとう。最良今東海で黒目のピンバッジ忘れてなければしてくるか見つけて、ね、うん、いいな、可愛いよねあれ、どれかわかんないけど黒目さんのいいな。皆さんぜひトーク会もお待ちしてます。はい、楽しみましょう。みんなとお話ししたいですし、何よりも浴衣姿と生誕 T 姿を見てもらいたいなって思うんですけど見に来てくれますか？あんた愛してる、ありがとう。ラブ B 型のめっちゃ適当です。そうなの、 B 型って、まあまあ血液型ね話すの良くないかもしれないけども、あんた結構O型っぽいって言われる。ありがとう音符、ありがとうございます。そうだよ、幼年はめっちゃアンズと同じぐらいの量多分持ってんだけど、アンズに貸してって言ってきたりするから謎ですね。ありがとうハート。乙女座というイメージが合わないらしい。そう、可愛くて素敵だよ。ありがとうハート音符、ありがとう、 ありがとうございます。金魚ありがとう。カバンはアンズちゃんが一番大きいって言ってたよ。そうだね、アンズが一番大きいですよ、なぜかね。忙しい中連続配信継続、すごいね、すごい、やった、ありがとう音符。ソースカツいいの、カバンの整頓できてらいつも整頓マークで適当に詰め込みすぎて買わなくても物は迷子になる、なっちゃうよね、しょうがないよね。ありがとうハート。マンザのバッグはなんかいっぱいポケットがあってめっちゃ整理整頓しやすいから助かってます。ありがとうハート。本当ありがとう。明日生誕で届くので幕張で行けるね、楽しみ。マンズも着るよ、日曜日だけしか行けなくて悲しいです。いやでも嬉しい、会いに来てくれるのがめっちゃ楽しみ。幕張は少しだけど全ての分すごい、会いに来ます。うん、楽しませます、みんなのこと。アンド姫に会えてないのでめっちゃ会いたいくです。アンド姫待ってるよ。ありがとう音符、浴衣姿見えるけど生誕ってどうなるかわからないから。そうなのね、いっぱい写真は送るけどもぜひ来てください。ありがとう音符、たくさんありがとう。アンズも愛してるって言うて、アンズも愛してる、ありがとうハート3つ。幕張2日とも会いに来るので今から楽しみ、やったーやったー、ありがとうハート3つのやつ、ありがとう。わかる、レシートで散乱しちゃうのもわかるけど、わかりますよ。過去最強レベルらしいな、あんちゃん台風気をつけて。そうなの、やば。でもなんか毎年行ってるよね、大丈夫なのかな。みんなも気をつけてね、ありがとう金魚。だから30日本当にお願いだから会ってほしい、本当に泣くよ、泣くなったらやだよ、本当にやだ。
と祈っときますね。ありがとう。だるま結婚して少年ね、すごいいっぱいだるま、本当にありがとうね、いっぱいすごいよ、ありがとう。ハートハワイアンズが見れて満足です、ありがとう。最近コメント読むの早い、嘘、それはいいこと、いいことでしょ、たくさん読んでますよ、ありがとう。だるまハートありがとう。どこでもドア欲しいの分かる。え、30日1日やばい、え、待って、やだやだ、だって明日もさ公演じゃん、やだよね。うんぷありがとうね、欲しい、ありがとう。マンカリ 2days やった、応援しに、応援する、植えた、お祝い、もう19歳になっちゃうからね、ありがとう。だるま、あ、ありがとう、あ、読めました、もうもう私たどり着きました。な、猫猫とナスナス、まずいことじゃない、あ、よかった、ありがとう。ハート、明日から日本ネット登録更新入ってるらしいです。もうどうしたらいい、ね、アンズってどうしたらいいどうしたら収められる、ちょっとでも台風、ありがとう。だるま、24時間テレビってこの夏コンプって思ってたのに台風マジやばい、ね、確かにね、24時間やったらコンプや、すごいね、本当にお願い、だって24時間もあるし公演もあるし、いっぱい大事なことがある。31日とかミレイさんのね公演もあるし、もう大事なこといっぱい、明日の公演だって大事だし、もう本当にお願いします、ありがとう。だるま、ありがとう。みんな早い、そうだよ、みんなのコメント追いつきました、ありがとう、ありがとうね。みんな猫猫倍増するんだ。九州台風やばすぎて仕事休みだった、マジ、愛知も連日雨はそうだ、気をつけてね、ありがとう。みんなもね本当に気をつけて、そう、笹島ってそう、お披露目と同じところでやるんです、そうなんです、うん、本当にお願いだよって感じですよね。ジュジュン飛ばされたらキャッチする練習してくれお願いします、ありがとう。レインボースター、台風で中止になるかな、え、やだよね、なってほしくないよね、中止に当たってる方とかいるだろうし。だるまありがとう、ハート3つありがとう。それでは壇上を読めます、今日はもうメールも送りたいのでね、僕お仕事すると晴れるんだけど、その日は仕事だ、お仕事して、お仕事押し押して、押し押し押してでは読みます。13位はノーム、ありがとう。12位ジャカレス、ありがとう。11位キナちゃん、ありがとう。10位コバン、ありがとう。9位ハナプン、ありがとう。8位ジェフ長官、ありがとう。7位イケちゃん、ありがとう。6位ユメ、ありがとう。5位アイノメリ、ありがとう。4位トモチン、ありがとう。3位ナルタン、ありがとう。2位コウちゃん、ありがとう。1位最善の紳士、ありがとう。みんなありがとう、本当にたくさんコメントもたくさんありがとうございます。癒されました、アンズも癒されました。はい、配信見ながらアイプリすんの楽しいけど、フルコンボ逃してない、え、アイプリしてんの今すごすぎ。アンズはね今日してきたよ、フルコンボした すごい猛者がいる、ありがとう。みんな
プラザーズ好きだなって実感しております。え、ありがとう、嬉しいな。今日も可愛かった、ありがとうね。こちらこそ来てくれてありがとう。花束ありがとう。星もだるまもありがとうございます。髪切れありがとう。髪の毛本当に何もしてないんだよね。今日も世界一可愛くて癒されました、ありがとう。あんたちゃんに早く会いたい。あんたちゃんもだよそれではスクショタイムをして今日はお別れです。可愛い大好きありがとう。2日のセコノミ行きます、やった。じゃあひまわり、あのひまわりの秘密マイソングが大好きすぎて、私はゲームをするときそれで遊んでます。かわいい。はい、チーズ。かわいいそれではまたね。ひわりかわいいあ、食べないでね、すいません、食べません。あ、待って、壇上変わったよね。読んでない人、読んでない人いる。4位、みつき、ありがとう、ありがとうね。変わっちゃって申し訳ない。ありがとう、みんな来てくれて。それではまたね、バイバイ。